江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回もですね、サッカーの話題ですね。問題は態度だ。責任回避し、人ごとで辞任意思もない違約金100億男クリンスマンに警告ブチギレ。はい、それではね、行ってみましょう。くーちゃんお願いします。違約金100億ウォンの男、ユルゲン・クリンスマン監督は相変わらず余裕がある。青写真をすでに公開したからだ。2023アジアカップを終えて、渓谷を訪問したユルゲン・クリンスマン監督は、自身の更迭可能性について一蹴した。大渓民国は、7日以下、渓谷時間、カタールのアライアン・アフマド・ビン・アリ・スタジアムで行われた23カタールアジアカップ準決勝で、ヨルダンに 0-2 で敗れた。同日の敗北で、渓谷は決勝進出に失敗した。クリンスマン号は、64年ぶりのアジアカップ優勝に失敗した。クリンスマン監督は、昨年3月の赴任から、目標はアジア頂上と、大口を叩いてきたが、夢を叶えることに失敗した。インチョン国際空港を通じて、再び、渓谷の地を踏んだクリンスマン監督は、普段通り笑みを浮かべたまま、ゲートを通過した。渓谷サッカー、いや、アジアサッカーの歴史に残るほどの接戦だった。渓谷累積で、キム・ミンジェが抜けたというが、渓谷の守備と競技力は凄惨だった。インチョン空港を通じて、再び、渓谷の地を踏んだクリンスマン監督はいつものようにかすかな笑みを浮かべたまま、ゲートを通過した。クリンスマン監督に、初めて与えられた質問は、辞任する考えがあるか、だった。これに対して、彼は、いい質問、ナイス、クエスチョンとし、このチームを率いることになって、またリードしていて、非常に幸せだ。皆さんほど、私も優勝したかったと、口を開いた。また、クリンスマン監督は、ヨルダン戦で敗北し、望む目標を達成できなかったと思う。ヨルダンに会う前までは、結果をもたらし、いい試合結果で恩返しをしたが、準決勝でヨルダンに会った時は、ヨルダンの方が、はるかに良いチームだった。ヨルダンが決勝に進出する資格が、十分なチームだと思ったと話した。三人称観察者視点の発言だ。いずれにせよ、クリンスマン監督は、退くつもりはないのだ。これまでの13試合の間、ヨルダンとの試合前まで、私が1年間代表チームを率いていった13試合で無敗という結果もあった。いい点もかなり多かった。良かった点もあったし、肯定的な部分もあるので、このような部分を考えながら、これから W 杯予選を準備することが非常に重要だとし、肯定的な大会結果だと主張した。クリンスマン監督は、ひとまず来週出国する予定とし、私の働き方は変わらないだろう。皆さんの考え、皆さんの批判は尊重するが、私の働き方、私が考える国家代表チーム監督のそのような業務方式には変化がないというお話を申し上げたいと話した。ファン、メディアの不満が大きくても、在宅勤務を継続するという立場なのだ。特に、さらに残念な点は、専門家集団ではなく、対話を、土台に、自分に問題がないと、評価したことだ。クリンスマン監督は、チョン・夢恵会長とは、現地で、2度の出会いを持った。コーヒーを飲みながら、特に大会について多くの話を交わした。大会を回りながら見た肯定的な話もたくさんした。試合に対する話もたくさん交わした。失点のような良くなかった部分は確かに私たちが補完しなければならない部分なので、たくさん話を交わしてと説明した。クリンスマン監督は、チョン・夢恵、チョン・ウォンギュ会長に今後の青写真も話したものとみられる。今後、どのように、私たちが準備をしなければならないのか、そして、今すぐ目の前に迫ったタイとの二連戦をどのように準備するのかについて、話も交わしてと伝えた。チョン・夢恵会長が、KFA を長期間率いているが、選手出身あるいは戦術的、または、専門的なサッカーを学んだ、専門家ではないという点だ。物足りなさについては、痛感して疎通できるが、単純なティータイムで、自分の問題を解決しようとする姿が、明らかに見苦しい。微笑みの天使だが、クリンスマン監督は、渓谷サッカーの最上位チームを率いている指導者だ。最近、マスコミによく言及されている違約金、100億ウォンの存在だ。それなら、自ら振り返る機会が重要だ。4強進出という名分、あるいは前監督に比べて良い成績だという言い訳は通じない。今大会に見せた姿は、全く、その状況とは合わない。
責任感を持って臨まなければならない。辞退をしたり、あるいはそうでなくても、問題は態度なのだ。はい、ということでね、警告のメディアは怒っております。それではですね、こちらに対して警告の反応、行ってみましょう。はい、それではですね、一人目。最初から違約金100億が目的、教会はパカ、モンギュ君のお金で違約金を支払い4-0。もう警告サッカーなんて見ない、3-0。青写真、それって何？見せてくれ。詐欺に遭うことも知らずに協力するのか、9-0。100億あるから記者会見楽しそうだったんだね、3-0。お願いだから早く切ってほしいということだね、わら、2-0。もうやめて、クリンスマン監督を信じよう、0-4。計画は幼稚園児も組める、青写真みたいなこと言うね、白黒写真にしか見えない、2-0。ダイに負けてその時また、鋼鉄論がまた出てくるんだね、わら、1-1。でも、4強ならいい結果ではないか、0-7。人生はクリンスマンのようなやつが結局は勝者なんだ、5-0。モンギュ会長の資材をはたいて切りなさい。マンションが崩壊するようにサッカーも負けるみたいだね。4-0。会長は元現代建設会長。精神描写を監督に選んだね。空前絶後の警告代表暗黒期の始まりだ。10-0。はい、というね、意見でした。それではですね、チャットの反応いきたいと思います。じゃあ上の方からいきますかね。警告人に態度でああだこうだ言われたくはないわな、かっこ笑い。お前らが他人の態度をとやかく言えるか、わら。責任回避は君たちのお家芸だろ、わらわら。なんかもう違約金もらってとんずらする気満々に見えるんですけど、わら。違約金10億円かなるほどなわっとニヤニヤするわ。クリンスマンもっと煽ってもええんやで、わら。なら警告民全員でクラファンでもして100億集めれば、わらわら。なり手がいればもっと有利な条件で契約結べたのにな、誰もなってくれないのはなんでかな、わら。文句言うんだったら国内の監督にでもすりゃいいんだね。警告さん、契約する前に契約書はよく読もうね。クリンスマン、警告の封じ方をよう分かっとるやないけ、増税メガネと見習えや。所詮16回連続で優勝できない程度なんですよ。そりゃリモート監督してればね、自分の目で選手を見てないから気持ちも入らんわ。なんか手探り感がすごいよね。なんかまだ全然研究してません感がすごいんだけど。アジアカップ優勝ってクリンスマンの夢だっけ？層が厚い、薄いとか言ってるけどさ、まあ層が薄いけど、クリンスマンヨーロッパのサッカーとかばっかり見てんでしょ？で、警告国内の選手、そんなに見てないでしょ？そんなにって、生優しい言い方だけど、全然見てないでしょ？なんか新しい子を発掘しようという意思も全然感じないんだけどね。解任されたら、次はサウジ監督狙うしかねえな。なんかこう、なんか会社みたいにさ、コーチがいて、コーチから上がってきた報告を見てどうのこうのみたいな、そういうタイプなのかね。必要なのはスポーツマンシップとかモラルとかサッカーのルールを守るとかそういうものでしょ。もしかしてクリンスマンの普通の顔が笑みを持った人の可能性が、わら。あ、もともとそういう顔の作りが笑顔だってこと？大口ってせめて野望とか目標とか言い方あるだろ。ほんと悪意隠せない奴らやな、わらわら。クリンスマンにしたら何かしらの手応えがあったんじゃね。負けることからの方が学ぶことは多いって言うし。あ、孫文民のお父さんの言うことを聞いたってこと？クリンスマンぐらいずぶとくないと警告の監督なんか無理よな。口だけなら警告民に負けてないクリンスマン、わら。すごい、なんつうのか、まあ、どっちもどっちだけど、こう、ここでこう、ヘラヘラ笑えるっていうのはちょっとね、私はドン引きだな。え、やめさせてくれるの？バイクリンスマン。自意識だけは世界一過剰な高さだからな。クリンスマン監督、辞めさせるものなら辞めさせてみろ。違約金はもらうけどな。煽ってるよね。見てる方が楽しいけどさ。ね、辞めればやれでしょ。更迭されれば10億入るんでしょ。10億円。クリンスマン、ほれほれ、さっさと払うもん払いってみろよ、ウェイ。
文句あるなら警告人のインドネシア代表監督を戻したらいいんじゃない？それで解決。おう、クリンスマン、これが私の働き方改革にだ。 W 在宅勤務、わらわら自宅警備員がメインワーク、わら。クリンスマン監督、話はたくさん交わしたが、あの会長は理解できなかったようだ。微笑ではなく嘲笑かもしれない。周りでこんだけ叩かれると、選手の監督見る目にも影響出るんじゃね。誰も言うこと聞かなくなって、余計にオワコン早まるな、わら。それはあるかもね。これ、K が負け負けだから、クリンスマンのせいにしてるんでしょ。勝ったら名将って言われてたわけだし。でなくて、K のメンバーが悪いだけなんだけど。だから、セットプレーしか点が入らないんだし。お前らの情緒に付き合わされる身にもなれよ。これから、100億ウォンの微笑みの天使クリンスマンと覚えておきます、わら。でもさ、こいつのおかげで、選手に行く批判が少なくなっているような気がするだけど。あ、そらそうだ。ああ、そうだね。韓国のサッカーの監督をやるという時点で、中身がなんとなくわかりそうなものだよね。外の国の視線で見るとね、わら。コメントで批判してる人たちで、基金集めたら。そうだよね。暗黒は、サッカーだけじゃないよね。バレーも、バスケも国自体も真っ暗闇じゃん、わら。自国選手の実力を見誤っている、国民の脳内改革の方が先やないけ。リモートを許しているということは、選手の管理は KFA がするって契約かもね。でも、もし10億円払えたとして、次の監督のこと考えてないだろお前ら、わら。戦前の東洋をバカにする西洋人みたいな監督、わら。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。次の動画はちょっと日本が出てきますんで、ぜひそちらもご覧ください。ではまた。